興味深い話がありまして、ウォールストリートジャーナルがですね、ロシア軍捕虜にインタビューしたんです。で、それによるとですね、前線のロシア軍部隊の指揮と命令の問題がですね、非常に引き続きね、大きな、まあ、なんて言うんでしょうね、障害というかね、作戦上のね、なかなかそれがまあ、問題解決してないと、いうことです。で、ロシア軍がね、ウォールストリートジャーナルではこれ、バリア部隊って書いてるんですけど、要は、特戦隊ね、特戦隊を使って退却する兵士を攻撃してると。味方を撃ってると。そういう証言とね、実際まあ動画なんか出てますけれども、士気の問題と、いろいろとこう、引きずってるってことがこれでも証明できるのではないかと。ドネツク州とザポリージャ州のですね、境ねのあたりで、ウクライナ軍に自発的に降伏した3人のロシア兵がね、捕らえられてですね、供述をしてるんですけれども、捕虜たち曰くですね、前線のロシア軍にウクライナ軍の反攻に対する恐怖が広がっているというふうに言ってるそうです。で、捕虜たちは、ロシア軍司令官が、ロシア人徴用兵と、囚人兵ですね、囚人兵をまあ消耗品とみなしていると指摘し、ロシア人将校は任務に適さない負傷者を前線に戻すように命令していると。それからストーム Z 部隊というですね、いわゆるそのまあ、懲罰部隊ですけれどもね、これが退却するのを防ぐためにですね、特戦隊、まあ、つまりバリア部隊というのを使っていると。でこのバリア部隊というのは退却を防ぐため、あるいは攻撃を強要するために自分の兵士を撃つと脅す専門部隊で、最近ウクライナで退却するロシア軍を撃つ、ロシアのバリア部隊がね、動画が出回ってソーシャルメディアでまあ検証されていると、いうことです。これまたはロシア軍が部隊への補給と人員に苦労していることを示し、戦車や装甲車への登場にまあ苦労していると。要は数がないから、ね、なかなか乗れないと言ってましたと。さらに捕虜たちは、敵への自発的降伏を禁じたロシアの法律によって捕虜交換でのロシア帰還については懸念を示したと。戻ったら罰せられるかもしれないみたいな感じでビビっているということでね、ロシアのプロパガンダばっか見てるとね、無敵のロシア軍がね、ウクライナ軍に一方的に損害を与えているみたいな勘違いする人いるかもしれませんけれども、まあやっぱね、東郷平八郎元帥のね、おっしゃる通りで、こっちが苦しい時は向こうはもっと苦しいんだということで、ロシア軍の捕虜がですね、相当このね、指揮命令系統の混乱、さらにね、この懲罰部隊とか特戦隊ね、この非常に複雑な関係、あとはね、日本人の義勇兵の方ね、ツイッターで言ってましたけれども、ロシア軍退却するときにね、なんか部下を撃ってくらしいんですよね。怪我したやつとかなんかもしれないですけど、足手まといだとか言って味方を撃ってから退却するという、もう恐ろしい修羅場になってるというような情報も入っているので、これなんかちょっと見えてきたかなと。ウクライナ軍の反攻に対する恐怖が広がっているということはですよ、まあ、こういうのも全部こうね、全部こう計算して次の一手をまあウクライナ撃つためにですね、今一時的に作戦をまあ休止しているんだと我々理解する必要があるかなと。なかなか一本調子にはいかないのでね、しっかりとね、見極めていきたいなというふうに思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。